将来は兼業のスイングで戦いたいです。あと半年チャートをリアルタイムで見られる環境のため、デイトレをメインにスイングも勉強しています。方針はデモトレード、最小ロットでの取引を繰り返し、常に損失を少なくする方法を見つけています。次は考え方が間違った方向に行ってないかを確認したいので質問します。あれ質問が書いてないぞ。半年しかチャートをリアルタイムで見れないんですね。うん、でも半年後からは、 チャートが見れないとなるならばもう今はデイトレをメインじゃなくてスイングをメインの勉強を先にしといた方がいいんじゃないでしょうかね。 大きな値動きで損失方向に動いてしまったとき、逆差し値を貫通するくらい大きな動きに対して、私はすぐに損切りに入ります。それからは大きく動いた後は、次も大きく動くことを予想して方向は決まり次第入っていくようにします。この考えは危険でしょうか。逆差し値を貫通の意味が分かんないですけど、逆差し値かけてるんであれば、そこに到達したのに、 損切りの差し値をしていて、それが置いてきぼりになったっていうことかな。そしたらすぐ損切りに入ります。それは正しいと思います。それからは大きく動いた後は次も大きく動くことを予想して、方向は決まり次第入っていくようにします。この考えたら危険でしょうかん危険かどうかなかなか質問が難しい気がしますね。客差し値が発動したけど、残ってたやつをすぐに損切りするっていうのは分かったんですけど、そこは正しいんですけど。 すみません。この辺がちょっとよくわかんないですね。でも,も、少なくとも僕はそういう考えは特にないので。